アキレス腱断裂は、被膚筋の自動収縮、透け立ち外力、直達外力、過信点などにより、小骨五上部に付着して、硬い三頭筋の末衝部を形成するアキレス腱が断裂した状態である。腱断裂の結果として、破口音が発生し、歩くことが難しくなる。診断は、一般的に手相と検査によってなされ、医療イメージングにて支援される。 予防法の一つは、運動前のストレッチである。治療は手術か、ギブス固定である。強い負荷がかかった後も、4週間以内と、比較的早く復帰可能である。再断裂リスクは、ギブス処置の場合25%ほどである。損傷から4週間以内に、適切な治療を受けないと、予後は良くはない。アキレス腱断裂は、年間1万人あたり、約1人で起こっている。 男性の方が女性よりも多く発症している。30代から50代の人々が最もよく発症する。主症状は突然のかかとの鋭い痛みの後に発生する。腱断裂の結果として、破高音が発生し、歩くことが難しくなる。アキレス腱断裂下体三頭筋に強い張力が発生しているとき、跳躍運動などのために急激に足関節の 背屈を強制されることによって断裂することが多い。断裂は多くの場合、小骨付着部より3から 4cm の部分に起こるが、筋腱移行部に起こることもある。完全断裂の場合と部分断裂の場合とがある。断裂すると歩行障害が発生するが、測定筋や腱膜、足指屈筋などに低屈力が存在するため、完全に歩行不可能な状態にはならない。 バレーボールや剣道などつま先に瞬間的な力がかかる競技で起きやすい。特に剣道では常にすり足で移動し、打突時に急加速するという競技特性のため、他競技よりアキレス腱断裂が多いという報告がある。特に後ろ足となる左アキレス腱を打突時に断裂する事例が多い。稽古前のストレッチだけでは予防が難しいため対策として、 アキレス腱用サポーターを使用するほか、ノマ道場のように床下にスプリングを入れる道場もある。一般的な発生起点のほかに、フルオロキノの論系抗菌薬の副作用でアキレス腱断裂が生じることもあり、また長期にアキレス腱周囲炎を経験した症例で断裂が発生したとの報告もある。診断にはアキレス腱断裂テストを行う。これは、 硬い三頭筋の筋腹を把握するもので、正常な状態では足関節が足底へ向く低屈が認められるが、この足関節低屈が起こらず、可動性が認められなければ陽性である。野戦病院におけるアキレス腱法合術治療の選択には、外科的及び非外科的アプローチが存在する。手術では将来の破裂のリスクが低くなる一方で、非外科的アプローチに比べて、 短期合併症の割合が高い。完全断裂では、剣包合術による治療が主流であるが、部分断裂などの場合に、ギプス固定による保存的治療が行われることもある。外科的治療と非外科的治療では、どちらがメリットが高いかは、議論の的となっている。研究者たちは、どちらが好ましいかについては慎重である。早期の可動域リハビリテーションが利用できない。 治療施設においては、再破裂率を下げるために、外科的修復が好ましいとされる。剣包合術は断裂した剣の断端を、外科的手術で寄せる方法で、融合過程で発生する、周囲組織との癒着を防止し、包合材料を剣表面に露出させないために、代表的なベネルポーの他に、ケスラー法、ツシタ法などの方法がある。難航線を用いる場合は、融合後の抜許を考慮し、 プル、アウトワイヤー法が用いられる。ありがとうございます。